発売なしを声出してあのいつも、いろいろとご案内していただいている方にそちらがですね教えてもらったんですよ。前孫文の博物館らしいです。すごく近くにありました、うちの。はい、あ、本当だ。あ、コンデットロードっていつも通ってるとこは右手の方が、すごく裕福そうみたいな。で、渋滞するから、その緩和策としてエスカレートを作った。なるほど、うん、確かにここ1台入っちゃうとずっと詰まりますもんね。もう止まん、どうしようもなかったみたいなね。へぇ、ああ、幹が太くて、土詰まってるから。ああ、竹だけじゃなくて杉の木があるんですか。よく見るとね、色が違ったりしてるのは杉の木だったりする。へぇ、ああ、で、強い木を所々に入れると。入れるそれは僕取材して分かった。はぁ、そうなんです。あれね、よくできてる、よくできてる。縛り方とかもね、よくできてんの。全部緩まないように縛り方になってんの。へぇ、緩んだらだって大変ですもんね、これ。そう、これ、縛らないと、これ、ちょっとくるくる回してね、今日うまくやるんですよ、って。あぁ、緩まないようにできてんの。へぇ、これ、理論上は無限にいけるそうです。わお、高さ無限だそうです。すごいですね。あれに、これ、だから、ほら、25メーターごとか、あれにやって、一回。基地を作るんですよ、そこからまた山登りみたいですね、ベースキャンプだで、そのシーフというか、マスターですね、マスターのマスターは高くなると1日7セント。へぇー、1日7セント。はぁ、2回ってことは3日仕事すりゃ2万1000セント。そうですね、3日働きゃもう香港なんとか行くですって。すごいですね、しかも高いとこ好きだったらいいですね、うん、そういう人々いるじゃないですか。テレビが全然見えないですね、今日は。本当は綺麗なんですよ。また近い。どうなの、の女神です。白、とってもかっこいいです。白と黒ですね、外しが全くない、もう王道です。白い女神かっこいいんで、ぜひこういうのを持ってない人はぜひ一本いいと思います。おすすめ、アラン・ミクリ、フランスです。